こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は春をことほぐです。新年の挨拶の言葉、新年を祝う言葉です。それでは今から春をことほぐを行書で書いています。それでは今から春をことほぐを草書で書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。